早稲田大学小学部英語長文解説していきたいと思います私の解説動画は英単語英文法の知識があまりない方でも英語長文で得点できる形で解説しておりますので一緒にその方法を勉強していきましょうまず過去問解説入る前に英語長文読解で押さえるべき3つのポイントについて共有します1つ目が英文は読まない考える2つ目が作者問題作成者の意図を汲み取る3つ目は英文は抽象から具体に進むということです この3つのポイントを押さえて、英語長文を取り組むと、どんなメリットがあるのかということですが、まず1つ目は時短でコスパよく回答できると、あとは英語を読まないので、英単語、英文法が知らなくてもですね、得点することができますということになります。 ポイント1つ目、英文は読まない考えるですが、まあ、英文はね、皆さん読むものだろうという認識が、ね、あると思うんですけれども、英文読んでると、難しい英単語とか、わからない表現が出てきて、そこで詰まってしまって、時間がかかって、時間切れになってしまうという、ね、経験、皆さんあると思うんですけれども、まあ、なのでね、考えましょうということになります。考えるっていうのは、因果関係とか対比関係とかを用いて、話の展開を類推する、当たりをつけるっていうことを、ここで考えるというふうに言っています。 2つ目が作者問題作成者の意図を汲み取るということでまあ英文読んでるとなんでいきなり作者はこんなこと言い始めたんだみたいなことってねあると思うんですけれどもまあ大体そこって作者の主張があるわけですよそういう主張等が意図を汲み取っていきましょうということです3つ目が英文は抽象から具体に進むということで第一段落の1文目って結構英単語が難しかったり表現が抽象度が高かったりしてまあ最初からねそこで分からないと不安になってしまってみたいなことってね経験としてあると思うんですけれども 英文というのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですね。なので、同じ段落で言えば、段落の後半の方が、英文が具体的になっていて理解しやすいと、でそこを理解することができれば、その段落全体を理解できるということになりますので、そういった、ねまあ、英文の構造というのも一緒に確認していきましょうということになります。英語長文の攻略手順としては、もちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら、英文は読みませんので、単語ですね。 えー、特に名詞でここで言う単語っていうのは難しい単語である必要はないです皆さんが知ってる単語をピックアップしながらメインテーマをつかんでいきますで同じく、ね、単語をつかんでいきながら、えー、話の展開を類推していきますで、まあ、こういう話になるだろうっていうその類推した話の内容が本当に正しかったかどうかをステップ3で確認していきます で、ステップ1からステップ3、これを繰り返すということによって、英語長文全体を、ね、理解できるという流れになります。私の解説動画もこの攻略手順にね、則っ,ってやっていきたいと思います。じゃあ、早速で、ね、英語長文見ていきましょう、えー。まずね、英文は読みませんので、単語をね、ピックアップしていきます。で、ピックアップしている単語は私はね、色付けしております。で、逆に言うと、色付けしていない黒で書かれている単語っていうのは、 A 単語の意味が分からなくても問題ないかなと思います。C、私はここは解説動画では読み流す見流す程度でやっていきますので、基本的には解説動画、色付けしてある単語を中心に見ていきます。で、まずですね、見ていくと、どこをピックアップするかっていうと、ビジネスケースフォー、えー、ダイバーシティって言ってるわけじゃないですか。ダイバーシティですよ。多様性です、ね。ビジネスのケースの多様性。ここで皆さんメインテーマ分かりますか まあちょっと抽象度が高いですよね。これがまさにポイント3なんですよね。まだ抽象度が高いので、いまいちよくわからないと。ただ、一つ言えるのはビジネスとダイバーシー。なんかここの関わりがあ言われるんだろうなっていうのは、皆さんね、ここ、類推しておいてくださいねということです。で、次の段落いきましょう。で、カッ1の問題があってザ、ザストロングビジネスケースですが、これはプラスマイナスどっちですかストロングですから、 プラスですよね。だからビジネスとしては儲かってるわけでしょ。多分ね、おそらくねって、そういうことですよね。はい。だからここね、プラスっていう意味で赤くね、マーキング単語しております。皆さんもね、マーキング、まあ、マーキングは本番とかできないですかね。まあ、丸をつけるとか、まあ、プラスマイナスを書くとか、なんかしらね、マーキングするようにしてください。単語に対してね。はい。で、次行きましょう。 でジェンダーダイバーシティ、ジェンダーダイバーシティ来ましたですね、はい。ダイバーシティ来たじゃないですか。ジェンダーの多様性が来ました。はい、で、えっ、ー、と、イシュニックカルチャルダイバーシティです、まあ、宗教的、あとは文化的な多様性って、はい、来たじゃないですか。これがまさにビジネスケースフォーダイバーシティですよね。で、なんだっていうと、それがあった方が、あった方が両方強い方が、ストロングな方がどうなんですか っって言って言るじゃということは、多様性があればあるほどビジネスとしてはいいの悪いので言うといいんですよね。だから今回相関関係になってますよ。多様性があればあるほどビジネスとしてはいいですで。じゃあここで皆さん類推してください。ポイント1ですよ。ポイント1であり、ステップ2ですね。類推しましょう。何を類推しなきゃいけないですか、ここで。 ここで次の話の展開としては、どんなことが来ると考えられますか今、強い企業が来たんでしょ多様性がある企業が来たんですが、次は多様性がない企業が来るんじゃないかということですよ。で、多様性がない企業っていうのは、ビジネスとしていいんですか、悪いんですか悪いですよね、おそらくねっていう、これ、対比関係ですよ。ポイント1でやった対比関係から類推をするっていうことですね。 はい、一番ね、ここ、体育関係で類似するっていうのは基本的なところなので、皆さん、次からね、できるようにしましょうということです。で、そうすると次の行を見てくると、ノンダイバース、ダイバースカンパニー来るじゃないですか。ほら、やっぱり来たですよね。で、プロフィットビリティ、利益はいいわけないですよね。少ないですよねってことですよ。はい。だから、ダイバースカンパニーの方が、えー、利益ありますよ。モアライクですよね。はい。モアライクリザーンですよね。ということです。 やっぱりね、だからここステップ3ですよね。もう確認の段階ですよね。類推した内容を今確認してますということです。はい。で、次行きましょう。で、トップクォーターオブジェンダーダイバーシティ。また来ましたね。今度ジェンダーダイバーシティが来ましたかね。はい。ジェンダーダイバーシティがあればあるほど、会社としてはいいの悪いの、利益上げられるの上げられないのというと、いいわけですよね。利益がいいわけですよね。これいいですか皆さん。 さっきの文脈ね、もうずーっとこれで一本調子ですからこの文章ね、全体に。もうこれが本当にテーマですから。はい、いいですか。多様性があればあるほど、 企業としてはいい。これがもうすべてです、この文章。ずーっと背景をずーっと流れてますんで、これがつかめた人は、この文章、このね、あの問題満点近く取れますし、逆にこれが全くつかめない人は、まあ、ズタボロっていう感じでしょうね。はい。で、見ていくと25%、もまあ、そうじゃないですかっていうことですよ。もうここ確認ですよ。ステップ3です。類推した内容が正しいかどうかの確認の段階です。で、アバーバーベリッジ、まあそうですだから利益は25%高いんでしょう。多様性があった方がっていうことですよ。はい。 もう、あとはいいですよね。同じことなんで、もう特にマーキングするほどのことでもないかなと思います。次の段落いきましょう。モアオーバー、さらにって言ってるんですから、この話の流れは続くの続かないので言うと、続くわけですよね。いいですか、ここ、はい。多様性があればあるほど会社としてはいい。それが続くわけですよ、まだね、はい。で、問題があって、ただアウトパフォーマンスしてますね。アウトパフォーマンスしてるってことは、ダイバーシティが あるのない度で言うと、あるっていうことでしょって、モーハザン30%ウーマンって言って、これはダイバーシティがある例ですかない例ですかこれはある例ですよねそうで。ジェンダーダイバーシティがある例ですよね。はい。は、利益を上げられる。アウトパフォームしてるじゃないですか。ビトウィン10%から30%のウーマン。これはダイバーシティではない方ですノンダイバースカンパニーの例ですよね。これね。これ、具体化されてるのもいいですかね。これ、ポイント3ですよ。 中小から具体にすの段階ですよね、これね。具体化されてもいますよね、はい。第一段落と比べるとね。ということです。だから同じことの繰り返しなんですよ、英文っていうのはね。ということです。で、まあ、あともう同じこと言ってるんで、ここら辺も特にマーキングしてないですけど、一応48%っていう数字が出てきたんで、そこだけまあマーキングしてますということになります。で、次の段落もいきましょう。えー、イシュニックカルチャルダイバーシティ。ここ変わったんですよ。いいですか さっきは何でしたかさっきは何のダイバーシティの話ですかジェンダーですよね。性別ですよね。女性をたくさん登用しているかしていないかっていう話でしょ今度は、イシュニックとかカルチャルですかここは変わってますかねダイバーシティの内容が変わってるのは皆さんちゃんとここ確認しておいてくださいねっていう意味でここマーキングしてますよ私、私、はい。でも、でもですよ。でも同じですよね。つまり、イシュニック、カルチャル、ダイバーシティがあればあるほど会社としてはいいんですか、悪いんですか いいんですよね。そうですよね。っていうのは絶対変わらないですよね。だからそういう、今、ここで類、ね、推をしてくださいということです。はい。で、類推したら、あとはステップ3ですよ。確認していくだけです。で、その通りになってるかって見てみると、なってるんですよ。これアウトパフォームしてますよね。で、36%イン terms of profit、36%も利益高いと言ってるわけじゃないですか。はい。ですよね。だから、 その内容の倒立。in the top of quality outperformance, those in the for say、uh, by 3 6 in terms of profitability ってのまさにそれを言ってますよね。今、類推した内容のまんまですよね、はい。ということです。で、次があって、progress overall has been slow って言ってるんですよ。進歩は遅いって言ってるんですよ。これ何の進歩ですかこれは一つしかないですね。ここはね、類推してください。このところ、この場所でもわかんないためですよ。 進歩って今だって何の話してるんですか多様性の話してるんです。だから多様性の進歩でしょ、ここ。多様性の進歩が遅いって、これはいいの悪いので言うと、これは悪いですよね。だって多様、ね、多様化すればするほど会社としていいんだったら、多様化したらいいじゃないですか。ね、会社はね。だけどその多様化が遅いって言ってるのはよくないですよね。はい。だからここ、青でスローマーキングしてます。で、次、えっ、ー、と、行きましょう。 で、えー、ただ、ここの2番の問題も解いてしまいますか。で、今の流れですよ。あのー、いいですか、ここ。多様化すれば、するほど良かったんだ。いい結果が出てきた。だけれどもですよね、ここね。2番ね。二番の問題。だけれども、進歩が、多様性の進歩が遅い。だけれどもですよね、ここね。はい。なんで、ここは、もう、だけれどもですよ。逆説です。逆説も一つしかないですよね。 a ですよね説問さんの2番ですよ。A になりますよねということです。あと1番もやっときますか。えー、と段落で言うと、1、2、4番目、3番目、4番目ですね。モアオーバーの段落ですね、はい。ですけれども、えー、with fair or an Umar executive, the eyes are s p e r f o r m a n c e different. だからこれ、そうですね。なんとかかっ かっにパフォーマンスディファレンシャルが出てきて48%もですよね。これはねだって30。あの？えっと女性の多様性が高い企業はアウトパフォームしていて、低い企業はダウンパフォームなんでしょ？ってことはその差ってどん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 広がっていきますよね。 多様性のある会社と多様性のない会社って、それがどん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 広がった結果がディファレンタルなんでしょ ?48% なわけですよね。そ,そうです48。48%ってこの、その意味ですかね。はい。ではまあ、それが分からなくても次に、Between the most and least って書いてあるんですから、もうそれしかないですよね。はい。だからその差なわけですよ。多様性のある会社とない会社の差が48%だって。これはもですから。ってことは、括弧にはまあ、かなりみたいなことでしょ。かなり差がありますよねみたいなことですから。 えー、説問さんの1番はかなりっていうと、どれですかということですけれども、えー、あ、じゃあ、カ2か。カッコ2ですね、今。かっこ2なんで、えっ、ー、と、すみません、説問2のかっこ2ですね。説問2のかっこ2でかなりですと、コンセラブル A ですよね。はい。ということです。で、1番もやりましょう。えー、そのかっこ2の前にある1番ですね。1番は、つまり、 多様性のある会社はアウトパフォームする。多様性のない会社はダウンパフォームする。結果としてでしょ。結果として48%も開いちゃいました。下がってことなんで、結果としてっていう動画をニュアンスに近いのを選ぶと、もうアザリザルトしかないですよねと。説問さんの一番は A というふうになります。はい、いいでしょうか。一旦こんなところですかね。あとは問題、やり残してたのありましたっけ あとは、カッコの、あと1番か、カッコ番、第一段落のカッコの1番ですね。The Strong Business Case ですけれども、つまりこれは、要は、えー、とアナリシス、分析が、まあ、主張してるっていうか、表してるみたいなことでしょう。The Strong Business Case はね、アウトパフォームしてますよっていうことを言ってるだけでしょう。うだからまあ、そういう系のニュアンスでしょうね。そうすると、どれですかということですけども、 ほ他が全部違います。ディスピュートは異議を唱えてないですもんね。ナビゲートナビゲーションしてないですよね。D もプロデュース、生産する、ものを生産してるわけじゃないですかね。もうコンファームでしょうね。まあ、納得する、確認するっていうことですよね。まあ、確認しましたよね。だからね。多様性があればあるほど、会社はアウトパフォームするということを確認したじゃないですか。分析をにね。ということですよね。はい。これ、説問2ですね。今、説問2の括弧1は A ということになります。 いいですかね、はい、あと、質問2のカッコさんもやりましょうか。えー、出てきてましたね。このページの最後の段落で、In the case of からですよね。The findings are equality comparing, 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 comparing って言ってるわけですけれども、これは何の意味ですかってことですけど、つまり同じです。前の段落と同じじゃないですか。要は、多様性があればあるほど、ジェンダーにおいても、 イシュニックにおいてもカルチャルにおいてもアートパフォームするっていうことですよね。The findings はつまり何なんですかっていうことですけども、カッ三3番ですけれども、どれですかっていうことですね。まあ、ダートフルとかね。 <laughs> エフェクティブとか、全然意味がなくて、疑わしいとか、効果的とか、そういう話してないですからね。コンフューズ、混同するとか、惑わせって、もうないですよね。もう B ですよ。納得させる、確認するって感じですよね。はいということになります。これ B でしょうね。という、かえー、説明人のさんねはい、B でしょうということです。で、えー、どうですかね。 これ全部やりましたかねはいじゃあ次のーページ行きましょう。で、プログレス、さっき言ったとり、プログレスがスローしてるわけですね。もう一回思い出すと、つまり多様性の進歩、多様性の広がりが遅くなってる。これは悪いことだと。で、まあ、それがずっとこの後書かれていくわけでしょ。で、えっ、ー、と、だからパーセンテージとかね、結構ね、注意してみた方がいいですよね。そういう意味で言うと、スローって言ってるんですから。はい。 で、えっ、ー、とフィーメールリプレッションオンエグゼクティブ・ターム、だからエグゼクティブは女性をエグゼクティブですから、まあ重役でしょ、管理職に、えー、するということが、2014年は15%だ、2019年は20%だということですよね。だから2014から2019で5%、まあ、伸びていると言っているわけですけれども、 えー、2017年はっていうと、just one percentage point from、えー、to 15% in 2019なんで、ここは2017年っていうのは、いは何ですか、ここに入るのは。何パーセントですか ?2017 年は14%ですよね。だから 14%, パ14から15%、2年で2017から2019、2年で1%しか上がってないわけでしょ。 それに比べて2014から2019年の5年間というのは15%から20%で5%上がっているのに、つまりこれ何が言いたいんですか、これは。これ具体化されてますよね。これ具体化されてるだけですよね。何の具体化ですか、これは。プログレスオーバー s b ズ・ビーン・スローですよね。1文目ですよ、まさに。そうですそれを具体化しているだけですよ。これ、だからポイント3ですよね。やっぱりポイント3ですよね。 英文は中小から具体に同じ話の繰り返しですよね。はい、ということになります。で、えー、次を見ていきましょうか、まあ。まあ、そこが分かればね、大体いいのかなと思いますけど。はい。で、アラサー f Companies still have、no、n ですから、まあ、3分の1の会社っていうのは、女性を、ねまあ、重役にしてないと言ってるわけですよ。あ,あそうですかということですね。はい で、えー、次にシラリティ、similarity, similarity, similarity ってあるので、まただから、同じ内容がは来るんですか違う話が来るんですかっていうと、同じ話が来るんでしょっていうことですよね。はい。ね、まあ、確認していけばいいですよ。結局同じ話なんてね。一緒に行くマイノリティっていうのが、つまり、そのプログレスが遅れてるっていうことを言ってるだけですよね、これね。はい。 いいですよねここも老派とかも見ていくとどうですか、えー、?2019 年には14%だったんですよね。そうですよね。で、2017年には何になるんですかということですよ。2019年で14%ですから、だから14%よりは歯は低いですよね。2017年は低いですよね。歯はね、低いですよね。っていうのを見ていくと、最後のこれ、問いの5ですよね。 えー、どれになりますかということですけどさっきのイ、e、が14%でしたよねでそうするとイ、e、が14%なのが E と F しかないですからってことは E と F があと色ハニでどれが違うかというとハと2が違うわけでしょだからハと2が分かればいいわけですよねでそうすると今ハは10う何倍かって言ったんですけどけど私 14%以下か2019が14%なんで14%以下になるはずなんで14%以下になってますっていうと、いいしかなってないですよね。F は歯が15%になっちゃってるんで違います。だからもうこれい、e、いですよね。はいということです。説問後はいい、e、ですよね。はいということです。これ簡単ですねということですで。次ねは一方でと言ってますけれども。 えー、だからここは今までスローっていう話をしてきたんですけれどもっていうことです。かここでまた一方でっていうの論点がまた変わりますよね。はい、ただね、あの主張は変わらないですよ。作者の主張はあくまでもダイバーシティすればするほど会社にとってはいいっていうことですよ。はい、それは変わらないですよ。そこは、ね、絶対に忘れないでくださいね。この英語長文読み切るまではね。はい、で ワイディングギャップって言ってるんじゃないですか。ギャップですよ。違いですよ。差ですよ、これ。これ何と何の差ですかもうね、これは英文読まなくても見なくても分からないとダメです。このギャップって聞いた時点で何と何のギャップかですよ。その何と何ってだってもうそれしか出てきてないじゃないその2つしか出てきてないですよね。対比起きてたのって何と何が今まで対比起きてたんですかギャップですから対比ですよね。そうすると。 ダイバラシティ、多様性のある会社とない会社でしょ。その対比がずっと起きてるわけでしょ。そうです。だから、このギャップっていうのも、まあ、おそらく、まあ100、100%近くそうでしょうということですよね。はい。ですよ。だから、そのギャップっていうのは、ワイダリングって言ってるんでけど、広がってるんですよね。まあ、そうでしょうねっていうことですよね。で、ハブヘッドというインバラスにダイバラシティとか、まあ、ありますけれども、えバット、えしかし、だから、多様、だから、広がってるんでしょ。だから ギャップが広がってますってことは、みんなやっぱり多様化した方がいいっていうのがやっぱり作者の主張なわけでしょ。そうですね。多様化しないとどん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 遅れ取っていっちゃいますよということで、どん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 負け組になっちゃいますよっていうことがバイダリングギャップってことでしょ。つまり作者の主張としては。そういうことで。しかしですよ。で、バットです。しかしやらないわけですよ。ダイバーシティ全然しないわけじゃないですか。これは前の段落ですよね。前の段落と同じ。リトルプログレスっていうことで、これ前の段落と同じこと言ってますよね。はい。 で、3番の問題が、has e v e 3番ってあるわけですけど、これもだから、ジェンダーカルチャーのダイバーシティをやらないわけです。だから、リトルプログレスなわけでしょ。そのジェンダーにおいてもリトルプログレスだ。えー、ジェンダーカルチャーだから、リプレーションはず s い分が、だから、リトルプログレスなわけでしょ、ここも。はい。それを選べばいいだけですよね。そうすると、どうですかこれゴーンバックワードしかないですよね、ということです。 えー、説問のさんね、かっこ説のさんの格好さんですね、B になります。じゃあ次の段落見ていきましょう。えー、The this Growing、uh, Polarization って言ってますけど、これは何ですか、uh, b e t d e e n High and Low Performance って言ってますけど、つまり前の段落とこれ同じこと言ってます。前の段落の言い換えですよね。だから英文は同じ話の繰り返しですよ。はい、があパフォーマンス、えっ、ー、と、 ペナルティペナルティを食っている。インクリースああ、インクリースライフフードオブ、パフォーマンスペナルティを食っている,るのはどっちなの多様性のある会社なのない会社なのない会社ですよね。ではそこもちゃんとここ確認しておいてくださいね、はいで。2019年、エグゼクティブターム・ジェンダー・ダイバーシティが19%モアーって言ってますね。はい ですよだからジェンダーダイバーシティがある方が19%いいわけでしょ、パフォーマンスが。まあ、それはそうですよね、だから、これ、今までの話の繰り返しですよね、もうね、うん、なんかまあ、一応私もチェックしてますけどっていう感じですね、うん、まあ、同じ話の繰り返しなんで、もうステップ3の段階ですね、もう確認の段階ですよ。特に真新しいことは出てきてないですね、ここらへんも。はい

Uh, アンドイシュニックダイバーシティザン4番イズイブンスティーパ p e r in 2019って言ってるわけですけど、でその後、点々があるんですよ、2019点で。だから、その後がより具体化されて説明されて、その後見たらいいじゃないですか。ーセ27%モアライクって、アンダーパフォームなわけですこれはプラスなの、マイナスなの。マイナスでしょって、マイナスってことは何の会社のことを言ってるんですか、これを。多様性のない会社の話してるんですよね。だからさっきの4番ですよ。 えー、ボス、ジェンダーイシュニックダイバーシティがない会社ですよね。と、はい、いうことですよ。そうすると、ここはマイナスなんですよね。マイナスなのに、マイナスのが入るところですよ、ね。設問のカッコ4ですよ。マイナスなのにプラス入れちゃダメですよね。BCD、どれもプラス目ですよね。はい、ですよね。 だからこれは絶対にありえないです。今、だって多様性のない会社の話してるんですから、絶対にマイナスなわけでしょ。だから、もう A しかないですよね。はい。これはね、簡単ですよね。この英語長文はね、簡単だと思いますよ。もう以上ですね。はい。じゃあ、質問あと残り1だけで残ってるんでやっていきましょう。1番どうですかということですけれども、えー、合ってるもの,合ってないの、合ってるのか合ってないのかですね。これはもう真逆のこと言ってますよね。 ダイバーシティがあればディクリーシングするじゃないでしょ。<laughs> ダイバーシティがあればインクリースするんでしょっていうことですね。これね、これ一番を間違える方は、多分この英語の長文が何にも意味が分かってない方になると思うんで、ちゃんとね、これを復習しないとダメですよということです、はい。まあ皆さんの中にはいないとは思いますけれども。 これね、一番間違えるっていうのはちょっと何も分かってないっていうふうになってしまうんでということです。はい。一番ね、皆さんできましたよねということです。二番見ていきましょう。どうですかこれはね、引っかからないでくださいねって感じですね。えー、一緒に行くカルチャルのダイバーシティが36%パフォーマンスが違ったわけですよ。はい。これはどうですかというと、これは。 合ってますよね。合ってますよね。ここですよね。イシュニックとカルチャールの話をしたのは、この段落からですからね。で、36%ですからね。皆さん、こっちと間違えないでくださいね。この25%。こっちは25%パフォーマンスが良かったのは、これ、ジェンダーの方ですからね。はい。ジェンダーとイシュニックとカルチャルは違いますからね。ということです。そこだけね、注意してください。3番、どうでしょうか。 レイピッドリーインクリースしてないですよね。スローって言ってたじゃないですか。はい。そうですよね。多様性は今、スピードが落ちてるわけでしょ。多様性の進化はね。ということですよね。3番間違いです。4番どうですか。これは少しね、考えないといけないですけれども、という感じですね。はい。だ女性を全く起用、じゃじゃないわ女性を、まあ、1人でも起用している企業っていうのが70%だっていう話。 ですけどねこの説問1の括弧4は本当にそうでしたかっていうとそうじゃないんですよね微妙に違いますよね、えー、とどこで言ってたかっていうと要は全く採用していない女性を全く採用していないのが3分の1サードって言ってるんです3分の1あるってことはまあ33%ぐらいあるってことでしょってことは逆に言うと残りの67%ぐらいが 女性を1人は採用している企業ということですよね。つまり4番でいう女性はアットリーストワンウーマンですよね。オンザエグゼクティブ t e ームですよね。だから70じゃなくて67ぐらいですよ。だから more than70% って言ってるのは間違いですよね。はい、ということになります。 今回の、ね、英語長文は、ね、正直マーチレベルだと思います、ね。これは、ね、早稲田のレベルではないかなと思います。今回の英語は、ね、できなかった方はもう一度、ね、あの自分だけで、ね、できるかどうか解説動画をもう一回見てもらって、ね、考え方、動き方を、ね、確認した方がいいかなという,ふうに思います。 であとは、パスナビの大学受験に今回の過去問と同じね過去問無料でダウンロードできますので、そちらダウンロードしてもらって、まっさらな過去問でもう一度自分でできるかどうかっていうのもね確認してみるといいかなと思います。あの勉強っていうのは他人の思考プロセスを自分のものにするというのが勉強になりますので、 今回ね、先に言った3つのポイント、それから3つのステップを意識しながら解説動画と同じ考え方、動き方ができるかどうか確認しながらね、あの皆さんの頭の中にできるようにすり込んでくださいということになります。はい、それれでではは今回は以上になりますお疲れ様でした